毎度おきに千代太郎でございます。僕に初めて関西圏の友達ができた時の話なんですけど、まあ、その子と一緒にエレベーターに乗ってたら、エレベーターの中でずっとその子が偉いわ、今日は偉いわって言うてるんですよね。で、偉いわっていうイコール実はしんどいみたいなニュアンスやいうことを後から知ったんですけど、え、何か俺と一緒におったんがしんどかったんかみたいな、なんかこう微妙な感情に包まれたことを思い出したんですけど、まあそんな話は置いといて、今日の本題の方に参りたいと思います。今日の本題ですけども、最近アジング始めたものの、なかなかでかいアジが釣れないという方ね、結構多いんじゃないかと思うんですけども、まあ、そんな中でね、どうやったらでかいアジに出会うのかという話ですけども、まずは場所の方から行ってみたいと思います。おすすめの場所としましては、やはりね、山と海が近い場所がね、一つのポイントになってくるんじゃないのかなと思います。続きまして、山と海は近いけどもなだらかなこう砂浜とか、まあ、ゴロタバとかそういった場所ではなくてね、山と海が近くて突然水深がカコンと落ちているような、まあ、そういった場所が結構おすすめになってきたりします。山と海が近くて水深もまあまあありそうだけども、前に防波堤がある、このような場所はね、結構でかいアジが手前まで寄ってこなくなる可能性が大きいような気がしますので、前に防波堤がない場所がね、できればいいかなと、そんな風に思います。ざっくりと簡単に話しておりますけども、結構ね、まあ、当たってたりすることもあるかなということなんですけど、まあ、次にこう時期ですね。時期としましてはね、冬、まあ、年越しまして、年明けてから、で、大体こう、春が終わるあたりまでの間を狙っていくというね、まあ、冬場の水深、まあ、冬場の深い場所にいるアジから産卵期にかけてこう、浅い場所に上がってくる、そういったアジを狙ってみると、まあ、やはりちょっとでかいアジに出会う確率、まあ、尺アジと呼ばれる30センチを超えるようなアジがね、まあ、そういう時期に結構釣れるかなという印象はございます。まあ、よく言われる常夜灯なんかの話ですけども、常夜灯はね、これ結構人間側のモチベーションにつながってきたりもしますので、明るいところの方が自分のやる気がこう出て長い間釣りができるかなと、まあそれが結果的に釣果につながっているようなね、気がするんですけども、魚的にはまあそのでかい味的に言えば、常夜灯の有無というのはそこまで必要ないかなと思うんですけど、まあこの辺は人間のやる気次第というところでございましょうかね。まあ今回はね、簡単にまとめましたけども、短い動画で申し訳ございませんけども、なんとなくこれをヒントにでかいアジを探していただければ、アジング最近始めたんだけどでっかいアジ釣れんよねみたいな、まあそういった方にね向けて一つ何かヒントになればなということで、今回はこの辺で動画の方終了したいと思います。ここまでご視聴くださいませありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。